やっぱりダメ？そうですね。じゃあ最後にお願い聞いてくれないかしら。ありがとう。でもね、本当にいいの？一緒に暮らすなんて。全然いいよ。お母さんいてくれたら料理とか助かるし。おいおい、そんなために呼んだんじゃないの？まったく。でもお母さんが家に住むのは楽なわけですし、気兼ねなく過ごしてください。僕たちも家が賑やかになるのは嬉しいです。いいのね、とっても。じゃあ、遠慮なく甘えさせていただきます。それに、孫の顔も早く見たいな、なんて。もう、お母さんそればっかり。でも、私たちも早く欲しいと思ってるんだ。ね、ひろしくん。はい。子供ができたら、お母さんに名前つけてもらおうと思ってるんです。そうなの？これからが楽しみね。ねえ、どうだ、母さん。今日のご飯何がいい？愛子が作ってくれるの？作るよ。なんだろう、何が食べたいかな。お肉？お魚？今日お魚がいいかな。じゃあ、煮付けとか？あ、できるの？そうだ、牛肉が 30% オフだって。牛肉が、今日見てみてる。牛肉なかったっけ。
どうしたんですか？寝不足ですか？ごめんね、あのまだちょっといろいろ慣れなくて、うん、大丈夫ですか？大丈夫。そんなに寝る気なかったんだ、うん、やっぱりまだ慣れないからかな。そうですよね。すいません、気を使わせちゃって。あ、全然そんな、そんな。大丈夫ですか？なんかいい方法があるといいんですけどね。全然枕とか変えたり。いやいや、もう本当高さが合わない。お気遣いなかったよ。まあ寝不足なの？うん、まだね、慣れてないの、まあ、そうだよね、ごめんね。いいの、全然そんな気にしないで。いや、私もお母さんに似てるからさ、今週の旅行の時寝れるか心配なんだよね。え、何ですか、旅行？え、言ったじゃん、今週女子会の旅行あるよって。そう言ってたっけ？だよ。そっか、仕方ないか。まあ気をつけて楽しんで来たら。ありがとう、うん、温泉だよ。温泉？うん、温泉好きだからいいじゃんね。というわけじゃなくて、それ違くて、そういうわけじゃ。いいの、いい。広瀬さんも娘ばかりじゃ。私が母さん。ただいま。おかえり。楽しかった？もうすっごい楽しかったよ。めっちゃいい温泉だった。楽しめてよかったね。うん、いいなぁ温泉。お母さんずっと行ってないもんなぁ。あ、今日はね、友達の温泉のお土産を取りに行くんだ。あ、そうなの？うん。やっぱりこの関係やめませんか？あの、愛子が疑ってるみたいで、僕、そうなの？すいません。昨日の話なんだ。はい。やっぱりダメ？そうですね。じゃあ最後のお願い聞いてくれないかしら。え、何でしょうか？